はいどうも、タクタクです。ザ・ブギーマンやっていきましょう。いやちょっと、いろいろわかんないことがね、たくさんありすぎて、僕はどうしたらいいのか、ほんとわかんないんですけど、こっちの部屋入ると、処刑が始まるんで、ちょっと、こっち行こう、先に。もう、極力攻略は見ないでやりたいんだ、俺は。と言いながらもう、一回見ましたけど。こっちをちゃんと探索した。お王様額縁に小さく文字が彫られている。でも王様をこうやって取り囲むかな。臆病者は、ん？なんて読むんだろう。何回？わかんない。御者を敬愛の目を見て見つめるが、我が身が愛おしい時には、これなんて読むんだろう。背を向け、その身を歯に寄せることで安寧を得る。愚鈍なものは悪の目にも 無頓着である。それゆえどこに立つかも意識しようとしない。無反者は軽蔑し、背を向けるが、我が身が愛おしい時には最も忠実となり、その背後にピタリとつくものである。ほう、何を意味してるんだろう。無本物がいるのかな、この中に。多分王様が、あれだよね、権力がある人で、無本物はどれなんですかね。どういうことちょっとわかんないわ、わかんない。うわ、これはこれなんだったの、結局。こう、左行きま、行ってもいいのかな。セーブしとこうか。セーブしてから行こうか。セーブして、あ、はい。予想通りの展開です、これは。ハリーだったよね、だってね。ハリーだったよね。ハリー杉山だったもん、ほら。ハリーが過ぎる山を略して、ハリー杉山。というわけでもない。は？これなんか見たことある！この絵画。なんだ？かわいそう。おじいちゃんが息子が殺されちゃってみたいな。なんかの絵だよね、これね。なんかの絵ではあると。まあ、確かに。棚には空の瓶が並べられている。処刑されちゃうからな。あ、ここも処刑されちゃうじゃん、こんな。え？なんかアイテムとかないのかな？ないか。これがな、なんなの？手錠、手かせか。こっちに行くと？ん？ここどこ？うわっ！あ、なに？今のなに？びっくりした。すげえびっくりしたんだけど！はぁ、心臓がパクパク言ってる。なんだ今の？ちょっと。要注意やで、行くぞ。もう一回ちょっと、なんだったか、調べよう。あ！え？なんだった？ちょ、もう一回だけ。え、なんかショットガンというか、え、なんか撃たれた今。なんか、マシンガンみたいなやつで撃たれたんじゃない？もしかしたら。ほら。なんかいるよ。え、なんかいるんだけど。え、なにこいつ。撃ってくんだけど。もう一回行くか。せーの。ほっ！ほっ！は？何これ？え？車椅子に乗った何かが俺を襲ってくるんだけど。はっ！何こいつ？なんだ？ほっ！次で、やられちゃうから、これで。ほっ！え？どういうこと？何これ。もういけんじゃないこれ。いけない。そういうわけじゃない。あ、やられた。これなんだ、なんだこれ。ああいう仕掛けちょっと初めて見た。フリーゲームで。やばい、今、ドキがムネムネしてる。あ、胸がドキドキしてる。なんかどっかで聞いたの、今、ちょっと。
パク、あ、あの、流用しました。はい。胸がドキドキ。ドキが胸胸ね。なんだなんだ、ここは、行こう。なんだ、あんたのしたいことをしろ。あんたがいつもしていることをしろ。え？俺がいつもしていることを、そんな人には言えない。張り紙を剥がす。あ、なんか、舌かベロみたいな感じの鳥さんのエンブレム。扉に鷹の紋章が彫られたエンブレムがついている。目の部分に穴が開いている。あ、これ穴なんだ。なんか目がクリクリした鷹さんが舌をペロって出してるわけではないんだ、これは。はあ、なんか入れるもんかあったっけ？ビデオテープなわけないかな。結局こっち来たけど、全く意味がわからんな。はい。ちょっと、正直に告白しましょう。攻略をちょっと見てきました。もう無理でしたわ。やっぱりね、一旦この中入って、このイベントを開始する、開始して、ここを倒すと。で、これを、棚を倒すと、ここ、ここかな？ここかな？で、これを、即板を持っていって、で、これを、ここで使うのかな？はい、ノコギリの刃を押さえる。こうすることによって時間を稼げるようになるらしい。で、こうした後、こっち行って、この斧かな？この斧だと思うんだよね。これ3回ぐらい調べると、あれ？違う、この斧じゃないのかな？この斧じゃないんだ。あれ、どこの斧のこと言ってんだ？どこの斧のこと言ってんだ？なんか、斧的なこと言ってんだけど、あれ？ちょっと待って、レンチハンマーか、レンチハンマーかわかんない。3回以上調べてるよって。これか？あ、レンチハンマーで取るんだ。ちょっと頑張って頑張って。すげえギコギコいってるけど。あ、取れた！あ、古い斧手に入れた！はい。で、古いハンマー、古いハンマーじゃない。古い斧を手に入れて、で、ここを、古い斧で、おりゃーってやると、いけると、いけると。で、この中に入って、はい。はい、はい、ちょっと早く行って、早く行ってあげて。早く、早く、早く行ってあげて。え、待って待って待って。もう一回。まだいける、まだいける。いけ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 。はい、ぶっ壊した。ぶっ壊して中に入る。いない。どこに行ったんだ、あいつは。何かの操作台がある。で、キー、ストッカーに鍵がぶら下がる。はい。高速具の鍵をゲット。で、高速具の鍵をこれで、はい、使う。どうなった？どうなった？どうなった？あ、いけた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 。ふんふんふん。止血する。これでよかったのかな？最低の写真だね。これだから人間を撮るのは嫌なんだ。クソ、なんで俺がこんな目にビビって泣きわめいて負け犬じゃねえか。殺されかけてビビらない方がおかしい。てめえ何がわかるんだよ。いや、助けてもらっておきながらこの態度ひどくない？新米の頃足を打たれた。ビビってわめいていたら当時の上司に殴られたよ。てめえがびくついたら市民は誰を頼りにすりゃいいんだってな。ランス、どうしてお前はここにいる？知るかよ。ソファーで寝て気づいたら拘束されてた。ここまでで運ばれたのに気づかなかったのか？寝てたって言わなかったか？I'll tell you what I know. That man's kidnapped everyone who was on the tour. I haven't found any of them yet, besides you. お前がまだ見つかってない。Brendan, Stevie, and the employees were all killed. うん、殺された。Huh? Killed? I slept from 9 to about midnight. お、ちゃんと時間見てるわ。5, the man decapitated Brendan. あの男に首をはねられた。Stevie died around 12:20. He was tied to a chair.
cut open from his neck down to his back. He was left there immobile until he died of blood loss. Judging from the amount of blood, 出血の量と乾き具合から見て、スティービーがやられたのは、はあ、あれだ、次元的な感じで殺したということですね、失血死で。He's seriously dead. Well, he was still hanging by a thread by the time I arrived. Wasn't there some way to save him? どうしようもなかったやろ、あれは。I'm not a doctor. Even if I were, he'd lost too much blood.So you just stood in front of dying Stevie, calculating his time of death? そうですよ。Don't harp on every detail. Lance, can you stand? I'm going to look for the others. You come with me. I can't leave you alone. And what if I can't stand, huh? I'll carry you. Give me a break. Hey, go look for the others if you want.Don't you think it'd be faster to nail that guy down first? Leaving him alone is downright dangerous. This is a hostage situation. Who knows how many others are being slowly killed like Stevie? Catching him is pointless if we can't guarantee everyone's safety. He's already killed several people. I'm playing catch up at this point. 確かに。I can't suffer any more careless losses. これ以上取りこぼしは許されない。Losses? Huh.That what you call murders. もうつい、もうランス本当腹立たしいんだけど。Why? Stop hounding me. That kind of thing gets the attention of civil liberty groups. そんなんだから人権屋に目つけられるんだ。人権屋。Let's go. 知ってんのか。何か。ランスのこと。ちょっとこのさ、こっち、あ、ついてくるんだ、ちゃんと。ここで、ここちゃんと調べてないんだけど、俺。ここは？鉄製の柵がある。あと棚がある。開かない。これ何の装置なの？なんかね、なんだっけな。小部屋の操作台は、レンチハンマーで破壊することができるみたいなことを書いてんだよね。これ、破壊してみる？あ、もう破壊できないんだ。もうわかんない。わかんない。わかんないから行きましょう。このまま行きます。で、これどうすればいいの？この人がいる結果どうすればいいのっていう感じなんだけど、今度は。攻略見て、これ攻略見ないともう何も攻略できないんじゃないかっていう不安にすら今駆られているんだけど、あ、ちょっといいこと思いついた。このキースをここでやれるんじゃないかという、怪我人を連れて通るのは危険だ。はい、すいませんでした。え、なんかアイテム手に入れた？代わりに、なんかのアイテムがあるんじゃない？だからあそこになんか代わりになるようなものが、鉄板を手に入れた。この鉄板を使って、この鉄板を使うじゃん。こう来て、ここだ。これじゃね？ここじゃね？きっと。ここで、鉄板だってだから。はい。あれ？そういうわけじゃないの？こんなとこ行けないでしょ？え、鉄板何使うわけ？あ、わかったわかったわかった。この強烈な鉄板で、強烈ってなんだ。強固な鉄板で、これを装備できない。違うな。あの弾をこう、カカ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 ーンみたいな感じで止めてくのかなって僕は勝手にそう思ったんです。でも違ったんだね。この鉄板は結局何に使うんだろうね。よかった。あ！これじゃない？あ、あ、あ、あった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 。レンチハンマー万能説。やば。おお、来た。おお、行った。レンチハンマー万能じゃん。ここどこ？大丈夫？とても古い形の銃がかかっている。来た。困ったらレンチハンマーだから。あ、ダメだ。さすがにそう何度もレンチハンマー使わせてくれないな。ここ、これ、
怪しい。なんかあるよ。小さな棚がある。棚と床の間に何かが挟まっている。棚の下のものを取る。古びた紙を手に入れた。棚の下に挟まっていた羊皮紙の切れ端のようだ。なんて書いてる？なんかわからない言葉が書かれている。なんて読むんだろう。なんか、英語っぽいけど。DB、ん？わかんない。あ、こういうのも解かなきゃいけないね、きっと。うん。なんだろう。なんだろうな。なんもないけど、ここ。ここまで来たのになんもないんだよ。どうすればいいんですか、僕。これもしかしたら、あ、わかった！水槽の中に入れるとか。そういうことじゃん、きっと。水槽の中だよ、きっと。こう来て。はい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 。水槽の中に入れられねえわ。水槽だってあっちだもん。あっちのエリアだもん。こっちないよ。ここで使うとかか。起きた！Lance, look down that hallway. ランス、そこの廊下見てみろ。You mean that doll in the wheelchair? 車椅子に乗った人形なんだ、あれ。銃持ってやがるぜ。どういう原理で動いてるのか知らねえが、下手に通ろうとすれば撃たれる。そこでだ、お前しばらく的になれ。ああ？てめえふざけてんのか。そこの端に立って、この鉄板で弾を防げ。怪我しててもそれくらいはできるだろう。俺がその隙にあの人形をどうにかする。とぼけたこと抜かしてんじゃねえぞ。下手したら死ぬじゃねえか。お前の体格なら十分この鉄板で隠れられる。うまく縮み困ってりゃ撃たれりゃしねえよ。いやか。わかった。俺一人でやる。下がってろ、腰抜け。下がって見てろ、腰抜け。おい。Don't scream in my ear. うるせえな、耳元でわめくな。Alright, I'll be your stupid target. いいぜ、的になってやるよ。てめえはあの人形をどうにかしろ。腰抜けでこう、プライドを傷つけられるのは、バックトゥーザフューチャーのマーティーと一緒じゃないですか。その代わりに二度と腰抜けなんて呼ぶんじゃねえ。わかったか、人手なしの刑事さんよ。マーティーっぽいな、なんか。Sure, I appreciate it.Always grateful to have a good citizen. あ、ありがたいな。善良な一般市民のご協力、心から感謝するよ。Go. 行け。なかなか、なこれ。これで、こういうこと？どうすんの？どうすんの？どうすんの？お、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 お。お前無茶すんな。弾当たったらどうすんのつもりだったんだよ。Let's move. 行くぞ。クールだなキースは。あ、もうセーブするとこがない。セーブしすぎた。よし。この銃みたいの取れないのかな、こいつから。落下した車椅子と人形がある。人形は首が取れており、銃もバラバラになっている。なんだ、使えないのか。あ、あ、びっくりした。これなんだ。え？何これ？動かないよね。うわ、ちょっと触りたくないんだけど。調べるか。うわ、うわ、いや、怖えー、びっくりした。顔、象の顔にブギーマンのような落書きがされている。こっち側から行く？倒れてこない。大丈夫か。あ、わかった。これ多分、こういうことだよ。レンチハンマー。あ、違う。違うんだ。普通に行けばいいのかな、じゃあ。内鍵を外した。どこ？これ、あ、あ、わかったわかった。使用人室ね。使用人の宿泊室。はい。で、これで、あ、これで、だから、あれだよ。水槽のとこだよ。水槽のとこ行って、ちょっと待ってね。水槽って、こうだったっけ？中はね。中に入らねえのか？ If you wanna peek, ゲロぶちまけたいってなら協力してやってもいいかな。後片付けはごめんだ。あれ？
ランスを死体のある部屋に連れて行くことはできない。そうなんだ。ああ。この中に何の死体があったんだっけ？水槽だよね、やっぱりね。ここは、あれ？こんな、あ、これはあったか。え、ここ？こひつ、ここか、じゃあ。狼のようだ。Belgian Shepherd, huh? ベルジアンシェパードか。懐かしいな。Isn't it a wolf? 狼じゃねえのか。似てるが違うな。ガキの頃、モンタナの牧場近くに住んでたんだが、こいつらがゴロゴロいたぜ。牧羊犬！あ、じゃあ敵じゃないってこと、これは。狼じゃないんだ。牧羊犬ね。これは？あ、これ調べられない。じゃあこれもなんか意味があるんじゃない？坂は？え？どうしろっちゅね。え、わかんないんだけど。あ、でも初めてランスが。ランスにこういうことをやらせればいいってことだ。ランスにしか知らない知識があるからっていうね。こういうのは？ない。これはもうだって終わったとこだもんね、レコードラックはね。うわ、わかんねえな。これどうすりゃいいんだろう。謎ですな。いや、じゃあダメだ。ちょっと、いつか、今回もちょっと、なんかグダグダでしたけど。ここはこの辺で一旦終わりたいと思います。で、ちょっともう積みました。正直言うと。もうちょっと探索してみますけど、探索してもどうしてもダメなら次回ちょっと、またね、カンニングをしてから、ここに戻っていきたいなと思います。はい。それではまたご視聴いただきありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではまた。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はいかがでしたか？よろしければコメントで感想を教えてください。あと、チャンネル登録はお済みですか？チャンネル登録をしておくと、最新動画や過去動画が探しやすくなりますのに、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。パソコンの方はこちらのボタンをクリック。スマートフォンの方はこちらをタップしてみてください。Twitter とニコ生とかもやってますので、興味があればチェックしてみてね。チャンネル登録してくれないと、お仕置きだべー。